番組をお聞きの皆様、こんにちは。夏を楽しんでおりますか？耳つぼ講師ゆうりかの佐藤信枝です。この番組は霊視鑑定タロット講師のルル花子さんと田地影さん、そして私佐藤3人の応援したいセンサーがピピッと反応した方々の楽しいお話をお送りしております。番組のタイトルは頑張る人応援したいということで、今日も楽しいお話をお送りしたいと思います。はい、そして、またね、癒しマーケットが9月にあるので、はい、そちらの方、はい、ルルさんの方からお願いします。はい。はい、9月27日金曜日平日なんですけれども、癒しマーケット川口フレンディアにて、イベントを行います。今回のイベントは平日なので、14時から21時までということで、朝からではございませんが、どうぞお仕事帰りの方でも、ぜひお寄りになっていただけるキポラ館という、建物の4階のフレンディアにて行いますので、ぜひ遊びに来ていただけたらと思います。はい。でね、今日時間ないからもうちゃっちゃと言っちゃいますが、はい、どうぞ。例のね、沖縄の、慰霊祭に参加してきました。で、参加するのでね、うん、沖縄の制服というと、はい、なんだっけ、かりゆしウェア。いつもかりゆし言わないんだよ。かりゆし着いた日にかりゆしウェアを探そうと思って、うん、このスーツケースを引きながら、うん、国際通り歩いたわけですよ。はいはい。だもう、ね、暑いじゃないですか、うん、バテちゃったのよ。バテちゃった。それで何よりずっとバテたんだから。でも今お召しになってて、そうそう、でやっとこれをね、うん、見つけたわけ。すごい素敵ですよ。本当はね、真っ黒を使ったわけ、うん、真っ黒、真っ黒のやつ。だから、慰霊祭だから、うん、でもね、真っ黒で慰霊高いんだよね。あ、そうですか。2万とか3万そんな高いんだと思って、ちょっとね、そのやっと探し回って買いました、これ、うん、うん、すごい素敵、はい、ありがとうございます。で、その時、ね、佐藤さん見せたくて、はい、今日は来てきました。あ、そうでしたか。それはそれはありがとうございます、はい、以上です、私の話は。どうぞ。はい。で、ね、ちょっとん、もう時間あんまりないんで、今日はね、まだ大丈夫ですかね。はい、はい、ルルさんは最近どんな感じですか？暑い夏ですけども。あ、暑い夏は苦手です。はい、え、同じく苦手です。終了って感じで。私もっと苦手です。本当に苦手なんですよ、ね、特になんか、うん、今年も尋常じゃないですよね。そうですね、暑さが ね、はい、でもまあ9月の癒しマーケットの頃にはちょっとは涼しくなってるかなと思うし、はい、今回、うん、夜まで開催するじゃないですか。そうそうそう、うん、ね、ちょっと、平日で夜までっていうのは初めてですよね。そうですね、うん、とにかく会場がね、もうね、満杯なんですよね、今ね、土日がね。あ、だから苦肉の策で金曜ってことでね、うん、やってますからね。でも普段来れない方がね、来れる可能性もあるので、うん、ね、ぜひ皆さんね、遊びに来てほしいなというふうに思います。私は夕方から耳つぼでね、うん、はい、うん、今回は来ていただけるんですね。そうですよ、はい、わー、それはそれは嬉しいです、うん、はい、うん、ですね、夕方からですね、はい、もう涼しくなった頃に。あ、もう涼しいかな、9月の後半だからね。はい、あと一つ言うように忘れてた、はい、例のフラウン塾の女優さんの黒川さんの舞台が、この今年の、今年じゃない、今月7月の終わりから、あ、いや、8月か、はい、の終わりから9月までありますので、検索に何てグループでやる舞台だっけ、カエル、カエル、あ、スイカ島っていうグループの舞台なので、はい、スイカ島、スイカ島っていうね、はい、で検索するとそういう劇団があるので、はい、検索していれば出ると思いますので、あ、ね、ぜひじゃあ皆さん検索していただいて応援していただけたらと思います、はい、ね、ではではもう行っちゃおうかな。じゃあそれちゃんでね、はい、まだ、ね、本当はね、出展で出るはずだった、うん、手裏剣大会の右近さんって方の、はい、インタビューを撮ってきたんですよ。今日ですね。うん、だから今日 ね、今日はそれをこれから流しますので、はい、それを聞いていただきたいと思います。まずそれを聞いていただいて、はいはい、その後が第1部になります。はいはい、第1部はリシパタナさんとラムスさんをルル花子が紹介します。はい、そして第2部はヒプノセラピスト、そして実機伝令騎士班の大野智子さんの話を私佐藤が伺っていきます。いや、今回詰めすぎました、随分とね。そうですね、だからいろいろ急ぎ足ですよ。はい、ね、はい、ではでは本日もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。
はい、それでは、今日は先日行われました、棒手裏剣と、平手裏剣の大会の、事務局で活躍されている宇光さんに来ていただきました、はい、よろしくお願いします。この間は私も参加したんですが、はい、全体的なこの印象的なものを聞かせていただきたいんですが、はい、まず棒手裏剣の方は66名の方々延べですね、ご参加いただきました。で板型平型手裏剣の方は24名の方、ご参加いただきました。棒手裏剣の方は今までは優勝者1回優勝したら更新に移ってってことで参加してなかったんですけど、初めて優勝してても、うん、入賞してても、うん、全員来てくださいということで、国内大会 の、 入賞者ほぼ全員参加したという、かなりレベルの高い大会熱戦が繰り広げられましたね。で板型手裏剣の方は、十字手裏剣の方は伊賀とか甲賀の方にやられてたんですけど、初めて形自由、もう何でも形いいですよってある程度のちょっと規制はかけたんですけども、ということで、手裏剣手の裏に隠れれば武器として使ってくださいという大会を初めてやらせていただいて、いろいろ面白い展開がございまして、興味深い熱戦が繰り広げられています。一応11月にも大きい大会にされるんですよね、大きい大会をね、はい、そこでもやっぱり優勝者は出れない形なんですか。この大会を機に優勝した方でも、出ることが可能になります、うん、はい、なるほどね、はい、分かりました。大きい大会ですけども、うん、会場が大きい小さいのだけで、でもなんか前の見たら200名ぐらい参加されるんですよね。そうですね、予選の段階で、ずっと半年ぐらいかけてずっと毎週予選をやったのが242名で、その中から、60名ぐらいを連れて東京武道館に連れて行った、ね、あ、なるほどね、そうですか、はい、あ、なるほど、はい、なんかね、いつもね、宇光さんのこの SNS 見てると、はい、なんかね、すごい、なんていうのかな、すごく深くね、いろんなことを見ていらっしゃるので、こんな人が今時女性でいるのかなっていうことをね、書いててね、楽しいことに、美味しいお店があったらみんなに行って、みんなで連れてって美味しいもの一緒に食べたいじゃないですか。同じことで、楽しくてしょうがないので、みんなも、もう本当楽しく来てっていうことで巻き込んでる状態で、ね、で巻き込まれた藤マスターさんがびっくりしました。平型の板型手裏剣でなんと優勝。ご自身で言えないのかよ、言っちゃいました。まあ、運が良かったですけど、今回の板型手裏剣、平型手裏剣の方も各種大会に優勝された方もいらっしゃいましたし、もちろんイベント的にみんな楽しくやってたとも思うんですけども、武道として真面目に練習してきた方もいる中で、田島スターさんがさっと推薦の横に現れて優勝を勝ったらついてましたので、まあ、これまたもうすごい展開でした、まあ、どうでした。まあね、棒手裏剣よりは平型の方がずっとやってきたので、はい、まあ、得意と得意なんですけども、はい、優勝まではできると全く思ってなかったんですよね、まあ、1、2、3番目が入ればいいのかなって感じだったんですけどね。緊張とかされました。いや、あんまりしないですね。まあ、とにかく真ん中に行こうっていう感じでやってましたね。すごい集中力でされてるのを見まして、これはいけるのかなと思って、でも打鍵者の方々、競技者の方が大体顔見知りというか、どこかの大会で会ってる中で、あんまり武蔵大会とかでは拝見したこと、お会いしたことあるんですけども、あんまりね、お会いしてなかったので、みんな、誰みたいな。いやだから、そう、私がね、入った道場入った頃が、はい、コロナの時期で、もう大会全部中止だったんですよ。そうですね、どこか出たいなと思って、どこもないんですよ。でどこ探してたらと思って、あれ棒手裏剣畑があるのかって、はい、それ近いじゃんと思って、武蔵さん武蔵さんに行ったら、はい、声かけていただいたって感じなんですよね。はいはい、で、自分の箱さん、なんか質問あったでしょ、どうぞ。はい、コウさんが、はい、手裏剣投げるときに、はい、ポーズとかっていうのはあるんでしょうか、はい、この前はなんか中腰ぐらいの勢いで、なんか投げられてたんですか。投げ方ってみんなでは言ってるんですけども、はい、棒手裏剣って、まあ、流派によって型はあるんですけれども、うん、結局一人一人の体が違うので、うん、競技大会では皆さんフリースタイルになってるんですね、うん、で打ってるうちに自分は右足と右手前出した方がいいなとか、うん、座った方が
安定するなとか、うん、ある人は片足で立った方が安定する方がいるんですね。だからみんな違ってみんないいで、自分に最も合った形を見つけていくので、うん、あの日は実はですね、朝からずっと、うん、あの的の設置とか2階と1階、うん、2階の倉庫と1階と行き来してて、うん、足はもう体幹の元にガクガクなっちゃってあ、そうだったんだ。足が体幹のその会、あの会場を開けるときにガクガクって立てなくなってたんです。あ、そうなんだ。これはまずいと思って、それでも諦めないのが忍者です。座ったらいけんじゃないと思って、座ったら、うん、あ、これなんとかいけるなって思って座って。なるほどね。そっか。いや、私あの、ほら、着物だから、こう足を開けないから座ってやったのかなってなんか思ったんですよね。できないときはできないなりにやるんです。ああ、ね、そうですか。いや、とんでもないです。でもそのおかげで、あの座り方のああいうやり方もあるっていうのは、みんな遊びながらやってくれるようになったり。はい。立川さんの、あのね、片足のこういう、あの立ち膝、うん、そうそうそう、はい、だけもかっこよかったですよ、うん、そう、私目線のものしかちょっと打てないんですよね。だからちょっと低くして打ったって感じです。でも高いので、うん、あれは確かにいい戦法だったと思うんですけれども、ね、はい、でね、もう次回のものが決まってるんですよね、はい。そうですね、ちょっと次回のことをちょっと説明します。はい、幕張大会は11月9日に幕張で行われます、金の福祉会館なんですけども、うん、で今度の平方板形手裏剣と棒手裏剣大会の同時開催が来年の5月25日になりますので、うんうんうん、その時にもしご興味あればと思いますけれども、あの11月のはもうなんか完全にその道場にいる方しか出れないってことなんですか？それもね、フリーの方でも大丈夫なんですけども、うん、ルールの説明とかそういうことが難しいので、うん、もしご出場されるんであれば、うん、そのいきなり行かれても、うん、これはルールに沿った件ではありませんって言われたら、うん、もうできなくなるので、一度お声掛けいただいたら、うん、これはこういうことでということが、ご説明できるかと思うんですけども、はい、11月の9日ですね、はい、幕張ですね、はい、わ、はい、かりました、はい、ぜひ初代様がいらっしゃる田島スターさんに聞いていただいて、質問していただいて、平方板形手裏剣もこれから多分盛り上がっていくと思うので、あれ楽しいんですよ、すごい皆さん、ね、なのでさらに規制も取られて金属じゃなくてもいいので、あ、女性がそれこそ折り紙でもって折り紙刺さるんですよ。あ、そうですか。まあ、もちろんコツはいるんですけど、それで出場していただいてもいいので、女王様になりに女性方もいらしていただければと思います。わかりました。はい、はい、今日は右近さんにインタビューに答えていただきましたので、はい、またよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。それでは第1部を始めさせていただきます。第1部はリシパタナさん、そしてラムスさん、お二人をご紹介させていただきたいと思います。本日はお越しいただきありがとうございました。ようこそいらっしゃいました。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。それでは自己紹介早速お願いいたします。はい、では私リシパタナの橋本からさせていただきます。はい、ハンドメイドセレクトショップリシパタナという、分かりづらいのでもう一回言います。リシパタナと言います。で、今ではですね、レンタルスペースと英会話教室のオーナーをやらせていただいておりまして、そちらの運営をやらせていただいてます。よろしくお願いします。お願いします。それではラムスさんもお願いします。はい、私はですね、主に起立性調節障害とか、お子様ので不調を抱えた子たち のケアをさせていただいていて、温活と骨を整えるということと、あと血流を整えるっていうのを指導させていただいてます。はい、よろしくお願いします。今日はリシパタナさんの橋本さんが、そういうわけでラムスさんをご紹介していただくという、まあ今日ダブルのね、ゲストさんでいらっしゃるんですけれども、ってなると橋本さん自身のご紹介よりもラムスさんの紹介っていう形でよかったんでしょうか？はい、そうです。はい、ありがとうございます。新しい形ですね。はい、私自身がそのレンタルスペース、はい、今までは主催をね、多くイベント等をさせていただいたんですが、はい、今はどちらかというとこうサブの方で
ディレクションからプロデュースとかサブの方に動いてますので、でイベントの主催を今度はラムスさんの方にあのレンタルスペースを活用してやっていただきますので、それが私の紹介にもなりますので、ぜひよろしくお願いします、はい、そうでしたか、はい、まあ、そうなるとラムスさんとのね、はい、あのやはりそういう、ね、レンタルまでに至るまでの経緯っていうのかしらね、終わりだったと思うんですけれども、はい、まあ、何年ぐらいにそちらの方ではラムスさんとはまだ、はい、あの知り合って実は1年経ってないんですね。あ、そうだったんですね、はい、私のお店の、まあ、半年くらい経ってからあの作家さんとして、はい、あのマッサージ等をあの宣伝させていただければという形で知り合いまして、はい、ただそこからあの家が近かったこともあり、家族ぐるみであの楽しみマッサージしていただいてるんですけども、それで私のレンタルスペースにするって言った時に、はい、あのラムスさんがまずじゃあ主催で、今度行われる癒しのマルシェっていうのを行わさせて、はい、あの私はあの借りてやっていただく形になるんですけども、うん、行っていただきますので、今回はそのお話もラムスさんにしていただければなと思って、うん、あの、はい、でそれで、あの一緒にと思って、うん、ぜひあの声をかけさせていただきました。はい、はい、ありがとうございます。もともとでもリスパタナさんではそういったイベント等もやられてたってことですよね。そうです、はい、はい、今までもあのお店の、ログハウスとあのレンタルガーデンということでキッチンカーに来ていただいたりですとか、うん、ワークショップですとか、もちろんあのその中でのマッサージ等の、体験などもやって、いただいたりやらせていただいたりしました、うん、はい、はい、まあね、大変じゃあリスバタナさんっていうね、うん、場所自体、ね、このね、うん、お誘いした時とね、はい、今のがリスバタさんだとリスバタナさん自体がねこう変化しちゃったのでね、あの今日どうやって紹介しようかなと思ってずっとね私も分からない状態でいるんですけどね、今日で、ね、ラムスさんも紹介したいと思って来られたっていう、ね、うん、ありがたいですね、はい、じゃあ、 あの立ちかけさんの僕とはちょっと違かった、うん、そうだから西畑さん紹介しようと思ってきたら西畑さんなんか違ったん変わってしまったんだみたいな感じで、あ、そうそうそうもうリニューアルオープンさせていただきました。素晴らしいですね。まあその時にねまたね来ていただけたっていうことがまた、ね、そうです、これが本当縁があって、はい、あ、このタイミングでっていう思いましたので、うん、はい、ね、うん、と思いますよね、うん、まあでもここでね、あのリスパタナさんもまたラムスさんも両方ともご紹介できたっていうことで、うん、まあ、特にあのその今言ってた癒しのマルシェについてじゃあちょっとお話をお聞きしてもよろしいですか。あ、はい、はい、よくね、マッサージとかって、皆さん行かれると思うんですけど、そこでその一人の人にあのやってもらうっていうのはこれも当たり前だと思うんですけど、今回癒しのマルシェっていうのはその部位の、 あの1人ずつのプロが5人集まって、例えば脳洗浄ができる先生だったりとか、あと針の鍼灸の先生、この鍼灸の先生は内臓の活性化を、うん、であとお耳の先生って耳だけに特化した先生がいて、であとあの腕だけに特化した先生、うん、はい、で私はあの足の骨格を整えさせてもらうんですけど、うん、その5人がですね、あのお客様1人ですね、うん、全員で癒すっていうあのマルシェなんですけど、うん、はい、豪華ですね、豪華なかなかないですね、5人でやってくれる、ルナアコさんには必要なものです、うん、ね、ぴったりだなって思いましたよね、はい、はい、今お話聞いて、ぜひお待ちしてます、本当にやっていただきたいなって思いますが、これは、はい、もう長い年やってらっしゃるんですか、その施術、あ、私の施術ですか、そうそうそう、うん、私はもう長いです、20何年あのセラピストになってからは、はい、あ、なるほどね、あ、じゃあ超プロです ね、 そうですね、はい、うん、足の骨格っておっしゃってましたね、そうですね、体の骨格を ね、 ね、はい、整えるっていう、うちのサロンとかそういうのあるんですか。あります、あのリスパタナさんのすぐ近くで自宅でやらせてもらってるんですけど、はい、うん、どうぞ行ってください。イベントの時にはね、きっとまあそこはイベントですからね、全部やるっていうよりも、うん、じゃあやはり自宅サロンの方に行って、そうですね、ね、完全にやっていただくっていうね、はい、ところなんでしょうかね。そうですね、はい、全身整えてっていう感じです、うん、はい、はー、
でもね、さっき聞いたら1年ぐらいのね知り合いだっておっしゃってたけど、そんなお近くに住んでて1年ってちょっと何か不思議なね出会いもあったんじゃないかなって思いましたけど。そうなんですよね、はい、本当に出会うべき時に出会う人と出会うんだなっていうのを改めて、はい、あのラムスさんと出会ったことで実感しております。なるほど、はい、ねえ、まあでもね、そういういいね、2人とも相乗効果って言ったら変ですけど、向上できるっていう2人の、ね、関係性っていうのかしら、ね、すごくいいなと思いますし、あのちなみにその、癒しマルシェっていうのはいつ行われるっていう、まだお日にちっていうのは、ですね、7月の26日金曜日朝10時から、はい、午後の3時までやっております、はい、で涼しいログハウスの中でいたしますので、はい、ぜひお待ちしてます。で毎月開催されますので、はい、毎月ですね、はい、ね、ぜひね、やっぱりあのそちらの方に行きたい、今話聞いてて私に合ってるっていう人にはどんな風に連絡先を言うか。ですね、インスタグラムの方で発信はしてるんですね、はい、告知はしてるので、うん、はい、あとはリシパタナさん の、はい、あのインスタの方に問い合わせしていただいても、はい、あの返答して、はい、私の方でも対応しております。じゃあやっぱりあのインスタグラムですね、はい、インスタグラム開いていただいて、はい、リシパタナさん で、はい、で検索していただくと大体私のウクレレの映像が流れますので、はい、ウクレレ弾いてんですか。ウクレレ弾いてるんですよ。ちょっと趣味で毎日ウクレレの動画流してるんですけど、ちょっと今あのそれを無視していただいてメッセージください。それはウクレレの先生でもあるのかしらぐらいに思っちゃうかもしれませんよ。はい、本当あくまで趣味でやらせていただいて。あ、そうですか、はいはい、まだまだねお話尽きないんですけれども、ぜひまたの機会あったらご出演よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。それでは第2部に続きます。はい、それでは第2部は耳つぼ講師の佐藤信枝が、今日はですね、ヒプノセラピスト、そして直伝霊気師範の大野智子さんのお話を伺っていきます。智ちゃん、ようこそお越しくださいました。ようこそ。よろしくお願いします。ね、今さあのこのヒプノセラピストって言えるかなとかって思ってたらその前に耳つぼを噛んでしまいました。それウケると思った、ね、自分の噛んでる、ね、そうなんですよね。ともちゃんって私はねもう仲良くさせてもらってるので呼ばせていただいてるのでこのまま行きたいと思うんですけども、はい、あのこの番組に出てくる出るのはもう、うん、多分3回目ぐらいになりますね。3回目は、うん、ねえ、でも今日はね久しぶりなので、はい、最近の活動内容なんかを教えてください。はい、はい、ヒプノセラピストとあの直伝霊気そうなんですけれども、今年からですねスピリチュアルマネー講座というのと、うん、あとスピリチュアルメンタル講座の方をやっています。両方ともあのマネー講座と言いつつ実はお金の話は全体の1割ぐらいしか話してなくって、うんうんうん、で、どっちかというと潜在意識自分自身とつながるというお話になって、自分自身とつながるとお金とか仕事人間関係そういったのも整っていきますよというもので、もう一個のスピリチュアルメンタル講座の方は、感情を解放すると自分の中を整え、あ、さっきと一緒かな、自分の中を整えていくともう本当になんていうの人生が変わるよっていう講座で、もう生徒さんたちがともこさんみたいな講師になりたいですとかって言ってる人がもう本当にもう皆さんそうなので、うん、やったこれやばいな、やばい嫌がってるね、すごい、めちゃめちゃすごい、ね、ヒプノセラピストであり、うん、で直伝霊気の方をずっとね、うん、やってきてると思うんだけれども、うん、あのその友ちゃんがそれをやってきた中でなぜそういうふうに、ん、あのものをやっていこうっていうふうに思ったのか聞かせてください。あのね、なんか自分自身がまだいまいち自分とつながれてないなっていう感覚があって、で自分の実際の両親ともなんかいまいちな感覚があって、でそれって何なんだろうみたいな、うん、で自分自身とつながるってどういうことなのかっていうのを教えているにもかかわらず自分自身ができてないっていうところがあったので、うん、あ、これちゃんと自分をちゃんと整えないとダメだなっていうのがあって、でそれであの潜在意識の方をがっつり学んだら、うん、とんでもないことが起きました。
そうなんですね、人間関係がもうガラガラガラって音を立てて変わっていって、自分の人生もガラ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 と変わっていったのが分かったので、これもう自分が教えたいって最初受けた、去年ね、がっつり潜在意識を受けて、で自分が講師となってやりたいってなって今やっている時に、もう生徒さんが、講座生さんがやりたいです、この循環がすごいね。そうね、あのね、とも出会った時からすごく楽しい、毎日楽しいっていう感じで、あのもうテンション高め女子でね、いつも父ちゃんのそばにいたら楽しそうっていう、ね、空気がすっごい出てるタイプであったんだけども、なんか今もこう、それは変わらないけれども、なんかこうすごくこう芯ができたなっていうような、なんかそんなこと言うとねおこがましいんだけども、あの確かに変わったなっていうのを ね、 やっぱね感じます。まあね、今度の、9月の癒しマーケットに出ていただくので、詳しく聞きたい方はそちらに来てください。今日は、私別話聞きたいんですよ。もう話変えちゃうの？時間ないのよ。ごめんなさいね。全然大丈夫です。先月、何月でしたっけ、フランス行ったの？6月です。6月ね。はい、これは私実は、1月にフランス行ったんですが、それに対抗していったんですか？対抗で。なんか私実はもう若い時から学生かな、20代かな、なんか若い時からフランス行きたい、フランス行きたいとか、あとヨーロッパ行きたいって思ってて、で今まで一回も行ったことなくて、ただ行きたいっていう憧れとか思いとか、そういうのはあって、でそしたらもうキャプテンがね、もういきなんかフェイスブックか何かで見たのかな、いきなりね、フランスでどうやって行くんですか、行き方もわからないし、いくらかかるかもわからないし、どこ行ったのかも全然わかんなくて、とりあえず情報をもらおうと、でいろいろ根掘り葉掘り聞かせていただきました。行ってみて、でも一人で行ったんでしょ？行くときはでもお友達と。でもすごいよね、一人行動だもんね、向こうに行くからね。さっき聞いたらね、一番どこ良かったですか？ルルドかな。ルルド、ルルドの泉があるところ。あそこはやばかった。私ね、生まれたところにルルドの泉あったんですよ。生まれたところって？函館。函館に、函館にはトラペストにはルルドの泉あるんですよ。トラピスト教会、だから知ってたの。すっごい、ね、私も初めて会ったから、フランスね、私はモンサンミッシェル行きたくて行ったの。モンサンミッシェル行きました？行ってない。今度行きます。あそうか、今ねオリンピックで盛り上がってますよ ね、 ね、そんな空気はもう始まってました。なんか私はそのビフォーアフターが分かんないから、そのね、オリンピック始まる前の状態が分かんないから、盛り上がってるかどうかっていうの分からないんだけど、そのなんか周りがそのオリンピック関係の、なんていうのかな、催し物じゃないけれども、オリンピックのためになんか工事しているっていう、工事中のものがあったりとかして、こういうところ影響してるのかなって。あとオリンピックのために駅が降りれないとかっていうのがあって、ここ行きたいんだけど、ここオリンピックのためになんかこうなんかよくわかんないんだけど、何言ってるのかわかんないんだけど、なんかオリンピックのために行けないんだよって、降りれないんだよって、そうかと。でも全部調べて結構な距離移動してたよ、ね、そうだよね、電車で移動したりとか、そうルルドから、パリまで、寝台列車でね、14時間かかって、そうでパリに行ったら1日なんか何か揺れてるみたいな感じ。そうだよね、それも一人で、そうもう超楽しかった。何、基本が旅っていうのは一人でしたい方なの？一人。あ、そうなのね。そうですか。昔ね、留学してた時もね、ずいぶん冒険したようですしね。めちゃくちゃなことしてきてるよね。めちゃくちゃな人なのね。野宿しちゃったりね。ね、チャレンジャーだよね。違う話を聞いて。本当にやっぱチャレンジャーだし、もう聞けば聞くほどね、たくさん面白い話が出てくるなっていう感じで ね、今日ね、もうあっという間に時間がね終わりそうなのね。早い。だからね、ももさんに会いたい方は9月27日の癒しマーケット川口に来てくださいっていうことですね。来てらっしゃれば、いろいろ話していただけるんですよね。
ね、あとホームページとか、うん、あの何で検索すればつながるかな、うん、インスタグラムホームページね、なんか最近見れなくて、うん、私も見れないのにじゃあインスタグラムそうインスタでヒプノセラピスト大野智子で調べると出るかなって思います、うんうん、じゃあそうするとね様子がいろいろね見れると思うので、うんはい、あのねもっともっとともちゃんの話聞きたいなっていう人はね、まあ、10分の1も話せてごめんなさいまた来てもらおう、はい、ねえ、はいね、ごめんねはいはい今日はありがとうございましたはいありがとうございましたはいありがとうございますはいごめんなさいね、うん、時間なのねそうなのはいはいはい